何何何全部映っちゃうの全部映っちゃうの何何何炭酸まんじゅう炭酸まんじゅう小麦まんじゅう、うん、マサばあちゃん炭酸まんじゅう作れます。食べたいけど作れる人がいなくてかぼちゃの炭酸まんじゅうが食べてます。かぼちゃは作った時ないんだけど炭酸まんじゅうは毎年8月の1日の釜の下には作ります。かぼちゃ混ぜればいいのかな生地で。あのかぼちゃペーストにして茹でて潰してあれ混ぜれば黄色くなる。そうなんだ、うん、僕の名前覚えてください。竹でお願いします。竹さん、うん、竹さん竹さん、うんうん、竹さんが覚えてください。はい、竹さんこんばんは。あれ、梵天ユズ太郎見てない。何梵天ユズ太郎。梵天ユズ太郎は、あー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 、そかそか梵天、うん、ああ忘れちゃった。梵天ユズ太郎には言うの鼻そっくりってこれライバーは言ってないから。うん、米テレビの準備はバッチリです。炭酸まんじゅうって初めて聞きました。作ってみたいです。あ、炭酸まんじゅう重曹入れるなんて、うん、小麦まんじゅうに重曹入れて。僕の名前はたけさん。たけさん私のひいじいちゃんの名前じゃない。たけさん、たけさん同じ名前だね。たけしん？うん。うん。やるわ。誕生日もしかして8月16日だって。ええー、あたん。うん。うん。あれ？あれなんだ。うん。あ、そう。なんだっけ？動画も上げたし、うんうん、そう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 、あ、同じなんじゃないこの人、これあの、うん、上の名前がマサエ0816だからだ、うん、レンママさん、レンママさんも8月16日なんじゃないの、一緒、うんうん、うん、うん、ボンテンスタロー、うん、それうまいですよね。私の実家の母から、あ、そうそうそう、うん、ボンテンスタロー、そう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 、うん。本当に言ってたのが、うん。クロさんじゃない？あ、そうそうそう。うちの娘が8月16日。あ、そうなんだ、レンママさんの。うんうん、そうだ、娘さんが。うんうん。8月16日だよね、うん、サオリのこと。好きな TikToker はだって自分でしょ、自分が、うん、自分栃木のハズバーちゃんです。ばあちゃん家の思い出す時計だって。あーボンボンで今だったね。10時、10時です。ばあちゃん、トウモロコシ作ったことありますか？あります。昔作ってたよね。うん、カラスに食べられたから、ちょっとここ2、3年作んないです。そうだよね。伊之助さん、ねずこさん、こんばんは。こんばんは。YouTube でなんか、やってるみたいな。あ、そうだね。全然そこまで頭がなかった。コメントが見えない。青森から見てます。すごい。青森行ってみたい。青森ね。何？青森は。ね、スクショしましたって確かに。それ賢いね。うん？このライブやってるとこをスクショしたって。そしたらさ、うん、写真撮んなくてもライブ見ながらスクショできる。
これ今スクショしろってことだよ。スクショしない、今これあのビデオ撮ってね。いや笑うと目がなくなるの意味がわかんない。本当だ、同じ顔で同じ顔してる。うん、同じ顔。これ何でしょ、これでいいでしょ、これ何だ、うん、そうだよね、ダブルで、うん、スクショっていうのは何、うん、なんて書いてあるか、コメントが何、あんたね、あんた女の顔どういうこと、こう、うん、あんた女の顔、女が実は実はコロナ落ち着いたら青森のねぶた祭り見に行きたい、ねぶた祭り私も行きたかったね、行きたかったね、私もそう行きたかったな、ねぶた祭り、うん、ねぶたいいよ、ラスラス追い出す、追い出す、鈴をつけて、おー、大通りをずっと飛びっこ、跳ねっこ、なんだっけ、飛びっこ、跳ねと、跳ねと、うん、ね、秋田は行ったことある、秋田、関東、関東も、うん、ね、東北、東北祭りね、うん、お、福岡から見てます、福岡から、福岡は行きたい、なんてこっすよね、中洲、何、中洲、中洲のある、中洲とか、ね、うん、あ、でもどこ行かなかった、福岡、あ、久留米行った、久留米、うん、で、北九州とか試合、ああラグ、部活で行ったか、部活で行ったね、そうだね、でもいちごがどっちもと、ああ、アマオで、アマオか、うんうん、まあそうです、うん、コメントが何かってこと、車側たちはチラも良かったね。福島から見てます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。鹿児島です。あ、今さ、なんか、ビエンナーレかな。熊本から、熊本。熊本いいね、熊本城ね。熊本友達いて、うん、もう、熊本に人多い、イメージ。うんうん、あれ、馬刺し？馬刺し。馬刺しも熊本？あいつも、あいつも馬刺し。あいつもね、熊本。あ、息子が。大学は来た、うん、息子も来たね、秋田に、キリタンポ、ハタハタ、ハタハタ、ハネハネ、生ハゲ、あの関東祭り、あとなんかあのゆり、ゆり本庄、あ、違うか、ゆり本庄、ゆり本庄、ハタハタ、ハロハロ、ハタハタ、秋田、秋田名物初詣、三重も来てほしい。あ、三重県。三重行ったことない。伊勢神宮、伊勢神宮、そうだ。三重、伊勢神宮。なばな。なばな。うん、行ったね。うん。さ、ね、青森、大間のマグロ。大間のマグロ。美味しいよね。そうなんだ。なかなか食べられないね。あの、そんなにあれだよ。食べられないよね。町とこはあの、いいから町とかね。だって漁師いましたからね、うん、でも高級なマグロが、おばあちゃん子だったので、うん、自分のおばあちゃんと重ねていつも拝見させていただいてます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、赤服って赤服は京都伊勢のね、うん、伊勢神宮のとこの赤服のおもちゃさんに、はい、おかげ、おかげ横丁なんだっけ、おかげ横丁じゃなくて何横丁だっけ、おかげ横丁で、ね、おかげ横丁で、うん、そう、あそこでね本店とあれがあってね、赤服ですよね、あの問題がうん、赤服美味しいよね、あんこがいっぱい、あれ、こしあんだよ、こしあん、美味しいね、大間のマグロ高級で地元でもなかなか食べる、うん、そうなの、みんなこっち来ちゃうからね、皆さん YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いします。